カフェオに撃沈、不動の10番ルイス・アルベルトが今季限りで退団の意向。ラツィオの副首相ルイス・アルベルトが日本時間13日に行われたセリア第32節ラツィオ対サレルニターナ戦終了後、今シーズン終了後の退団の意向を示した。昨年10月にクラブとの契約を2027年まで延長していたアルベルトだが、イゴル・プドール監督就任後若間田にポジションを奪われる形でリーグ戦2試合連続となる先発落ちとなっていた。この数週間に起きたことは、僕にとって難しいものだった。来シーズン、僕はこのプロジェクトには加わらない。これ以上、ユーロをラツィオからもらうことはない。離れることが正しいと思っている。このクラブは僕に多くのものを与えてくれたが、時が来たということだと話したという。監督を変えたところで選手間はすでに崩壊してるんだろうな。プドールに交代してから、明らかに序列が変わったからね。もはやファーストチョイスではなくなった。昨年10月に契約更新したばかりなのにこんなことを言うのは、明らかに新監督で序列が下がったことに不満なんだろうけど。彼が中心選手でいた時の成績不振で、彼を重用した監督が解任になったわけだ。こんなことで、簡単に長期契約をひっくり返すようなことを言うのは、トップ選手としてはちょっとメンタルが未熟。監督変わって、数試合出番減っただけでわがまますぎる気が。移籍志願ならともかく契約解除の申し出って。クラブ側は契約残りもまだあるし、出ていくなら契約解除じゃなく移籍金取りに来るだろうね。ラリーガに戻るならセビージャに行きそうだな。このままラツィオにいてもスペイン代表に呼ばれないから、チームを変えてみようということもあるのでしょうね。そもそも家庭の事情でしょ。スペインに帰りたいって。鎌田大地がラツィオの皇帝になるのか？胸アツだ。これが鎌田が使われる理由か。すぐにでも契約解除して退団したいという選手は使いづらいわな。鎌田も退団の意向を申し出たって記事も4月の頭くらいに出たけどな。アンデルソンも契約満了だし、アルベルトいなくなるときついな。アンデルソンは昨夜に移籍、インモービレもインテル移籍なんて報道があるのにルイス・アルベルトまで抜けるとなるとこれからのラッツィオは別のチームになりますね。今季復活したモナオウ・ミナミノに続き、来季はラオウ・カマダに期待。当チャンネルは小ネタやネット反応集の他にもゆっくり解説動画でサッカー解説もやってます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになります。ゆっくりしていってね。